高見淳は、日本の小説家、詩人。出生に関わる暗い過去や、左翼からの転校体験を描き、第1回、芥川賞候補となった、呼吸忘れうべきで一躍注目を浴びた。その後も、いかなる星のもとに、嫌な感じなどで、高い評価を受けた。詩人としても著名。日本近代文学間設立にも尽力し、初代理事長に就任。文化功労者。 1907年、福井県知事、坂本三之助の被着室師として、福井県堺郡三国町開きに生まれる。母、高間古代は坂本が視察で三国を訪れた際に、ヨトギを務めた女性である。1908年、母と共に上京する。ジップと一度も会うことなく、東京市麻布イ倉クラにあった父の邸宅付近の老屋に育つ。 死生児としてしばしばいじめを受けた。坂本家からは、毎月10円の手当てを受けていたが、それでは足りず、母が張り仕事で生計を立てた。1924年、東京府立、第一中学校卒業、第一高等学校文科校類入学、一校社会思想研究会に入会する。1925年、ダダイスムの雑誌、回転時代を創刊する。 1926年、校友会文芸部員に就任する。1927年に一校を卒業、東京帝国大学文学部英文学科に入学する。同人雑誌、文芸工作創刊に参加、また1928年に左翼芸術同盟に参加し、期間紙、左翼芸術に小説、秋から秋までを発表する。 東大内の左翼系老人雑誌7誌が合同した大学佐派総監にも参加する。劇団制作座の仕事に従事し、劇団員だった石田愛子と知り合った。1929年、大学佐派の更新、10月や時代文化の総監に参加し、プロレタリア文学への道を進んだ。1930年に東大を卒業、研究者英和寺天林寺雇いとして勤務する。 その後、コロンビアレコード会社教育部に勤務する。雑誌、集団総監に参加。この頃、日本プロレタリア作家同盟に参加したと推定される。石田愛子と結婚する。1933年、治安維持法違反の疑いで、大森署に検挙されるが、転校を表明し、半年後に釈放された。妻、愛子は、他の男性と失踪し、離婚した。 雑誌、日ご読み総監に参加した。1935年、尿絶体と呼ばれる手法で、呼吸忘れうべきを、日ご読み2月号7月号に発表、第1回、芥川賞候補となり、作家としての地位を確立した。水谷明子と結婚する。1936年、人民文庫の総監に、日ご読み同人と共に参加する。また、 コロンビアレコード会社を退社、分泌生活に入る。思想犯保護観察法が施行され、議事転向者として再調査される。1938年、浅草51ローアパートに部屋を借りて、浅草生活を始める。1939年、いかなる星のもとに、を、文芸1月号マイナス1940年3月号に発表、高い評価を受ける。 1941年、陸軍報道範囲として徴用され、ビルマに派遣される。戦場にも出たが、鉄かぶとも帽子もなくしてしまい、心細さの挙句に鉢巻きをしたが、多少は心強くなった。鉄砲玉には何の効果もないだろうが、いくらかは安心感がある。戦場の真理とはおかしなものだと、戦後になって、海音寺長五郎に語っている。その後、 1944年には中国大陸にも派遣され、南京における第3回大東亜文学者大会に出席している。1945年6月に日本文学法国会参加。1950年胸より胸にを夫人公論に発表する。戦後は、 我が胸の底のここには、あるリベラリストなどの作品で、詩小説風に傷つきやすい精神を掘り下げた作品を、次々と発表する。また晩年は、昭和という時代を描く、激流、嫌な感じ、大いなる手の影の連作を発表する。長編などでは他に、とに、夜のあるごとく、生命の木、今ひとたびのなどがある。詩人としても活動し、樹木派、我が埋葬。 裁晩年に死の淵よりなどを発表する。長井花風と並ぶ日記作家としても知られ、昭和史の資料を伴った後見順日記を表す。改装期に昭和文学生推史がある。晩年に近代文学の資料の散逸を防ぐため、日本近代文学館の建設に尽力したが、落成間近の1965年8月17日、 食道癌のため放射線医学、総合研究所病院で死去した、連作小説を構想中でもあった、58歳没。改名は、孫院、文のり全商孤児。文化功労者が追贈された、軽装処防で、全州、全日記が刊行された。ありがとうございます。